原作コミックス、ラジオドラマ化第1弾、松本零士原作、天使の時空戦、第3話、どうぞ。耳を澄ましてごらん。フィレンテの鐘の音が聞こえるよ。ほら、わかるだろ。クリスティン、あなたまさか。少しだけ音波を増幅して聞きやすくしてあげたのさ。これくらいなんてことはないはずだよ。あの鐘の音は僕を呼んでいるフィレンツェの声なんだ。早く来い、待ってるからねってさ。噂の魔女に会えなかったのは残念だけど、来てよかったな。迷信を恐れてちゃ新しいことはできないんだ。狼か、怖かないぞ。弱いやつほどよく遠吠えするんだ。はあ、月が。ここで見る月は空気の底で見るのと違ってデコボコまでわかるみたいだ。素晴らしいな。いつか人はあそこまで行くだろう。鳥のように空を飛ぶ方法を考え出した後で。ああ、これがお父さんが言ってた鹿狩りに行って帰ってこなかったマリオだ。死んだ人を見るのってとても変な気持ちだ。なぜだろう。ああ、絵本や図鑑で見たことがあるぞ。これはホタルだ。東洋にはいくらでもいるホタルだ。熱のない不思議な光を放つ虫、ホタル。ホタル？綺麗じゃないかい。やりましたね、あなた。いいじゃないのさ、ホタルくらい。夜道は暗いし転ぶといけないと思って日本から。ほら、ホタルのライトを発明して降りていくわ。さすがあの子は天才よ。遠くから見ると青い人玉のような感じだね。古風な表現を使うのね、あなたって。45世紀人らしくないわ。人玉はどちらかというと私たちの方よ。幽霊と言った方がぴったりかもね。あの子無事に帰れるといいけど。帰ったから歴史に存在してるんだけど。教授、教授、これを見てください。早く早く。
マミアの飛んだ時空船の軌道をたどって過去へ行く未来型の時空船、武装時空船があります。武装時空船、そりゃいつの時代の船だ。確かめろ。時空反応によると45世紀あたりの。45世紀、正確にマミアの功績を追っています。強力な武装をしています。一種の戦艦と考えられます。戦艦となれば目的はおおよそ見当がつく。マミアの存在が邪魔なのだ。タイムマシンは理論上過去へは行けても未来へは飛べない。その反対だと言われた時代もあったが、事実はそれを証明した。過ぎ去った時間の中の出来事を我々は見ることができても、これから先の未来は伺い知ることもできない。戦艦は現在を通過、1993年に差し掛かっています。時間重装魚雷パラレルパララックス等ビートを発射して妨害できるか。可能ですが、着弾した時代にいくらか損傷を与えるかも。我々のやっている仕事は銀河の崩壊断面への転落を防ぐための、人類存亡のための大事だ。やむを得ん、発射しろ。兵器は全廃する決定が下っていたが、まさかこんな出番があるとはな。ターゲット、軌道上の戦艦、照準器ターゲット捕捉、ロックオン発射。現時空1993年7月コース正常、機能すべて異常なし。いや、これはなんだ、魚雷だ。時空魚雷だと。被弾した。我々よりも過去の武器にやられるとは。なんだなんだ、助けてくれ。牧場がひっくり返った。健康は大丈夫か。コミックトムへ電話してくれ。事故だ事故、サボってるわけじゃないと。あ、ちょちょちょ、こりゃ隕鉄だ。こういう雷なら悪くないな。もっと派手ならいいのにな。土隕鉄なら嬉しいんだがな。区内の皆様、ただいまの大きな音は地震でも噴火でもありません。ただの雷です。明日もまた素晴らしい一日でありますように。ただの雷ね。この前の雷といい、今夜の落雷といい、この世の終わりが近いのかな。ノストラダムスの大予言よりだいぶ早いな。戦艦は隕鉄上の破片となって時空の谷間に壊滅、完全に破壊しました。やれやれ、この苦労をマミヤは分かってくれるだろうかな。いえ、今の雷撃とエネルギーの爆発でマミヤの飛んでいった軌道が分からなくなったと。はい、時空がねじ曲がって功績が消えました。マミヤの位置を捕捉する手段がもうなくなったか。あとはただ15分間、いや、あと13分間、彼女の帰りを待つだけか。いえ、それが帰りの軌道はマミヤ自身が計算し直さないとここへはたどり着けません。あの時代に同化して時空船の多次元コンピューターの操作法を忘れたりすればここへは帰れない。マミヤ、ホタルにしては派手な花火だと思ったら隕鉄だわ。これは見えなかったけど火球が大気圏内の低い高度で爆発したのね。どうしたの。いや、
別に。アルバーノさんの雪解け水はいつも気持ちがいいわ。あら、あなたには冷たいの、マミア。少しね。電磁波で温めてあげるわ。どう？ちょうど良くなったわ、ありがとう。その代わり、石鹸貸してよ。どうも45世紀の石鹸は肌触りも香りも良くないの。マミア、あなたの匂い、私は好きよ。ありがとう。なんていうか、とても懐かしいの。母さんのような。そう。でも、お母さんはよして、私はそんな年じゃないわ。いろんなことを考える人がいるのね。いろんな時代が重なり合って存在しているようなものだものね。だからこの世は面白いのさ。月は一つなのに、なぜ私の影は二つあるの？ああ、あらら、大変。みんな見られちゃったかな。レオナルドは好奇心の塊よ。しっかり観察されたわ、私たち二人の魔女としてね。魔女だ。魔女は本当にいたんだ。夢の中の母さんみたいに綺麗な魔女だった。僕は魔女に会ったぞ。レオナルドは二人の魔女に会ったことを生涯誰にも話さなかった。だがこの時以来、自然や科学に抱いた興味とともに、超自然的なものの存在への畏敬の念が心の中に生まれたのもまた事実である。消えることのない思いが。原作コミックス、ラジオドラマ化第1弾、松本零士原作、天使の時空戦第3話。ただいまの出演は、マミア、星川ゆま、クリスティン、スズメリナ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、幼少期、宮内アナウンス、阿部陽子、南教授、日月陽花、職員1、岩森千恵、職員2、伊藤由紀子、職員3、早川久美子、漫画家、千葉隆、ナレーション、渡辺達夫、制作、東京ボイスファクトリー。以上でお送りいたしました。次回もお楽しみに。Because